割安オリックス55年黒字。今回のテーマです。1、オリックスってどんな企業なのか。2、オリックス黒字確保の理由は。3、オリックスの株価は今後どうなるということでやっていきたいと思います。で、まず1番、オリックスってどんな企業なのかというところから見ていきたいと思います。で、オリックスの株価推移はですね、ご覧いただいている通りということで、1回ですね、2006年、2007年ぐらいにピークがあって、そこからですね、現在は株価は落ち着いて推移しているという状態です。でオリックスってどんな企業なのかっていうと、まず日本大手リース企業ということですよね。リースっていうのは、新商品をお客様の代わりに買って、本当はその新商品が欲しいのは、オリックスじゃなくてお客様なんですよね。お客様が新商品が欲しい。例えばコピー機とか複合機とか、いるね、最近だったら航空機、飛行機ですよね。本当はお客様自身がそのね、コピー機とか複合機とか航空機とかが欲しいんですね。なんですけれども、やっぱりこう一括でを買うというふうになると、すごくね、ちょっと今資金的に なかなか難しいということであれば、オリックスがお客様の代わりに買ってで新商品を貸すという形ですよね。で結果的にはお客様はその新商品のお金を商品代金プラス手数料という形で分割払いでオリックスに払うという形ですよね。だから新商品を貸してその貸しているお金プラス手数料を受け取るっていうのがリース事業ということになります。もともとオリックスっていうのはこのリースという事業からスタートしているということです。そこからリース事業で上がっている利益っていうのをいろんな分野に、再投資したり M&A で合併買収して、企業を大きくしてきている、企業ということになります。で驚異的なのは55年間、黒字を、維持しているという、もうどんな、出来事が外部環境出来事があっても常に黒字を維持しているというのがこのオリックスの驚異的なところということになります。で最初はリースからスタートしたわけですけど、リースを中心とした多角的事業を行っているのが現在のオリックスという企業ですということですね。でオリックスの事業っていうのは大きくは10個の分野に分かれています。でその中の中心っていうのはリース、保険、銀行ですね。いわゆる金融系のこの3つの事業というのが3本柱になっていて、リースっていうのは最初の方でご説明しましたけれども、新商品をお客様に貸してあげるという形ですよね。で、保険、あとは銀行、オリックス銀行ですね。このリース、保険、銀行といういわゆる金融分野を中心に継続的に収益が入ってくる。例えばリースにしても、毎月毎月ね、分割払い、っていうのでお客様からお金が入ってくる。保険もそうですよね。あとは銀行に関しては金利手数料っていうのが入ってくるということで、継続的安定的に収益が入ってくる、そういう、ビジネスモデルになっているということです。だから外の環境っていうのはいろいろいろんなことが起きたりするわけですけれども、例えば阪神淡路大震災が起きたとか、もしくは、バブルが崩壊したとか、もしくは IT バブルが弾けたとか、もしくはリーマンショックが起きたとか、今回みたいな、コロナショックが起きたとか、外部環境っていうのは常に変動するわけですけれども、しかしリース、保険、銀行っていうのが安定的、継続的に収益が入ってくる、そういうビジネスモデルになっているので、黒字を非常に確保しやすい、そういう事業モデルになっているということですね。だからリースという本業、一番最初の始めた事業で、得ることができた利益っていうのを、ある意味いろんなところに分散投資して守りを固めながら持続的な成長っていうのを図っているというのが、オリックスという企業っていう言い方ができると思っています。はい、オリックスの企業理念としては、オリックスは絶えず市場の要請を先取りし、先進的国際的な金融サービス事業を通じて新しい価値と、環境の創造を目指し社会に貢献してまいりますということで、こういった理念で行っている、企業ということですね。はい、で1964年ということで、今から約56年前ですね、オリエントリース株式会社っていうのが、3社の、共同出資で、行われたということです。声かけ人はですね、今の三菱 UFJ 銀行、当時の三和銀行ですかね、が、声かけ人になっているということです。はい、1979年ファミリー審判株式会社が設立されています。現在のオリックスクレジット株式会社の元ということですね。
はい、それから1991年オリックス生命保険株式会社設立ということで、まあね、ここから保険事業も行っているということですよね。保険っていうのも、まあ、お客様に契約していただくっていうのは難しいわけで、まあ、そういう意味では保険会社っていうのは営業力っていうのが非常に問われるわけですけれども、しかし一回ね契約していただいた場合は、まあ、滅多にねお客様っていうのは保険の解約とか見直しっていうのは、まあ、そんなに頻繁にするものではないので、一回保険の契約をしてもらった場合はその後っていうのは毎月毎月安定的な収益っていうのが会社に入ってくるということで、まあ、そういう意味では非常に優れた、まあ、事業、モデル、ビジネスモデルということが言えると思っています。はい、それから、国内航空会展開で強固な収益基盤を構築しているということで、まあ多角化ですよね。まあリースから始まってね、それから銀行とか保険とか、あとは海外展開ですよね。まあこういったことで、例えば不動産投資とか、まあそういったことでどん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 ね、多角化している。まあ分散投資で守りを重視しながら、ね、どんな外部環境があっても、しっかりと黒字が確保できるような体制を作り上げていっていると、まあいうことですよね。まあそれが2006年ということになります。はい、それから2012年、今から約8年前ですね、太陽光発電ですよね、再生可能エネルギー事業に参入しているということですね。まあ、オリックスは日本でトップ規模の太陽光発電事業者にもなっているということです。まあ、なので一つの事業をね、こう尖らせて、徹底的に集中して伸ばしてきたっていうよりは、ね、その時代その時代に合わせて、ね、多角化してきているという企業だということですよね。はい、そして M&A、合併買収による資産、運用拡大ということで、まあ、海外の大手企業の、買収っていうのを行ったというのが、まあ、2013年、今から約7年前ということですね。まあ、このぐらいから株価っていうのは安定、してきているという感じです。はい、それから公共施設の運営事業に参入した。これが5年前、2015年ということで、まあ、オリックスはね、航空機リースっていうのも一つの事業の柱として持っています。まあ、たまたま今この動画を撮ってる時点はやっぱコロナショックの影響で航空業界っていうのはまあ厳しいわけですよね。だからオリックスが先にね、航空機っていうのを一機買って、そしてそれを航空会社に貸すというのが航空機リースっていうビジネスモデルになりますけれども、まあ、当のお客様であるね、航空会社が今経営が厳しいので、オリックスもね、航空機リースに関しては、まあね、この動画を撮ってる2020年現在ではちょっと厳しいですけれども、まあ、そのコロナショックが起きる前はね、すごくやっぱ航空機リースっていうのも非常にね、有望な、ね、事業の柱の一つであったということです。はい、でコロナ前の株価っていうのが1858円で、まあ、コロナショックで1回1279円に下落して、その後今ちょっと落ち着いている状態ということです。はい、では次、オリックス黒字確保の理由はということで、55年連続黒字というのが、まあ、オリックスという企業になるわけですけれども、まあ、設立初年度を除いて55年間毎期黒字を計上しているということですよね。外部環境はいろいろありましたと。ね、1993年バブル経済が崩壊、1998年、ね、アジア通貨危機、2002年ですね、YT バブルが崩壊した、2009年はリーマンショックが起きた、いろんなことがあったんですけど、とにかく55年間ね、毎期黒字をね、計上しているということで、まあ、これが驚異的な数字になっているということです。はい。まあ、今回ね、オリックスが黒字を確保できた要因ということなんですけれども、まあ、危機としてはコロナショックがあったということですよね。まあ、要するに、まあ、オリックスとしては、なかなかこう、売り上げをですね、まあ、増やすというのが、まあ、難しいという、そういう外部環境にありました。ただそれでもですね、まあ、黒字を確保できるのはなぜかって言えば、それはオリックス独自の強みというのがあるということなんですけれども、まあ、金融を中心にですね、まあ、事業を分散させているので、まあ、黒字を確保できたということです。なので、例えば一つのね、事業っていうのがすごくこうね、厳しくなったとして、またオリックスで言えば具体的に、まあ、例えば航空機リースですよね。まあ、航空業界っていうのが、お客様である航空会社っていうのが非常に経営環境が厳しい。だからね、本来だったら航空機をね、
航空会社に貸せるはずなのに、まあ、それをなかなか貸せないというような、なんか一つの事業の柱っていうのが厳しくなったとしても、ね、たくさん事業の柱っていうのを持っているので、ね、厳しくなった柱をですね、他の柱でカバーするということができるということなんですよね。まあ、例えばある時は、ね、別の航空機以外のリースで、ね、カバーしたり、もしくは銀行でカバーしたり、もしくは、ね、保険でカバーしたり、または不動産でカバーしたりというような形で、いくつも事業の柱を持っているがゆえに、一本の柱が厳しくなったとしても全体としてはしっかりと黒字を確保できるという、そういう、ね、経営基盤になっているというのが、まあ、オリックスの強さ、55年連続、黒字確保の強さだというふうに、まあ、思っています。はい、それではオリックスの株価は今後どうなるということなんですけれども、まあ、現時点の株価、この動画を話している現時点のオリックスの株価は1371円になっています。はい、オリックスの株価は今後ズバリということで2051円を予想したいと思います。はい、予想の理由です。まあ、金融業だからなのか、本業の利益からしてかなり割安ということで、まあ、金融業っていうのはですね、まあ、このオリックスに限らず、結構株価がね、こう割安でね、推移してる企業っていうのが多いんですね。で、今回のオリックスもね、まあ、はっきり言って、本業でですね、まあ、去年とかは2000億円以上利益を出していて、オリックスはコロナショックの前はね、利益5000億っていうのを目指してたんですよね。で、まあ、今期はね、コロナショックが起きて、たので、まあ、5000億っていうのはね、ちょっと達成は厳しいんだけど、ただその目標を下げる、営業利益5000億っていう目標を下げるわけではなくて、まあ、単純に達成時期が遅れますっていう決算発表を行っています。まあ、つまり利益目標5000億は堅持しますと、ね、今期は、ね、達成は難しいかもしれないですけれども、ね、でも達成しますということで、まあね、堅持している利益目標5000億からして、コロナ収束後は業績株価ともに上昇していくことが予想されるということですよね。まあ、だからはっきりってこの動画を撮ってる時点では正直ね、その本業が出してる実力からすると、まあ、かなり割安な株価になっているので、まあ、こういった今回のような株価予想というふうにさせていただきたいと思っています。以上です。ありがとうございます。今後